徳島県石油発動機愛好会秋の運転会に押しかけて見学してみました。場所はここですね。はい、当日ね、穏やかな天候でした。はい、いきなりですね、貴重品出てきましたね。はい、動画のスマホの設定が完璧じゃなかったです。フレームも間違ってました。それにね、スマホホルダーがね、ガタガタしてましたからね。こういう、ちょっとね、補正が全然効いてない、無様な姿です。はい。これもね、この動画の編集をしながらね、これが匂ってくるんですよ。本当に不思議な感覚でした。ポン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 出てくる湯煙、音、すべてがね、この動画編集しながら感じるんですよね。特に染みついとったんでしょうかね。どうでしょう。はい。心よい、心地よい響きです。羽田の発動機、ポン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 。てますよね。心地よいですよ。もうね、見えたぎってましたね、冷却液が。はい、これもね、調子よく回ってます。皆さんね、もうこれね、1時間も経ったんでしょうかね。これね、撮影したのが11時過ぎですからね。はい、こんな感じです。運転会場総勢さあ15名前後でしたでしょうか。いやいや、ちょっと少なめでしたね。コロナ禍明け最初の運転会ということで、皆さん久しぶりの展示会、運転会、話もね、尽きなかったことだと思います。これは吉田、大阪吉田で書いてますね。メンテナンスもね、綺麗にしてますよね。ただいまね、木材で組み立ててますよね。いろいろありましたね。皆さん個性があります。このね、アスファルトの地面に置くんでもね、綺麗な絨毯を敷いている人もあれば、段ボールの上へポーンと置いた人もあるし、いろいろです。個性だらけ。はい、これはね、回転が高いね、新しいタイプの発動機ですよね。はい、これもね、はい、皆さんね、もう話はつきません。はい、これがね、珍しい骨董品ですよね。お値段聞いてびっくりしましたよ。はい、これはね、2019年3月にね、吉備津神社行って見かけました。同種の門ですよね。ぐるぐるぐる回ってますけど、画面が揺れて申し訳ないです。はい、みんなね、お互いのね、あと、久しぶりだから話も始めますよ。スピードかと思った。スピードですね。はい。面白い。初めて見ましたね。これね、ポン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 として湯煙。これね、まあ、高校族いうんですか。なんかね、匂いがいいんですよ。嫌いな人も大勢いると思いますけど、僕にはね、高校ですよ。心地よい香りがしするんですよね。はい、このおじさんはね、はい、今からかけます。はいはい。ああ、もうかかってますよね。止まったんかと思いましたよ。夜間がいいですよ。なんとかね、あのアルミの夜間、ね、なんか思い出しますよね。鶴瓶さんの麦茶を思い出しました。調子よく回ってます。ちゃんとね、思う通り
いうことを聞いてみます。機械は正直ですからね、本当に答えてくれます。はい、夜間と発動この組み合わせ何とも言えません。はい、調子よく回ってます。なんかね、メカがね、むき出し運がいいですよね、なんてことで。はい、これはね、なんかピカピカですよ、これすごいね、メンテナンスが。座台の下にはね、絨毯敷いてますからね、いかにこの所有者の方、愛好家、まさしく愛好家の鏡ですよ。すごいね、綺麗です。綺麗にね、メンテナンスもね、行き届いてます。ピカピカでした。はい、まあね、天気が良かったですからね、なんとて風もほとんどなかったです。はい、こうやってね、一巡してみました。滞在時間はね、およそ1時間ぐらいでしたでしょうか。まあね、お昼挟んでずっと見学もできたんですけど、まあ次に用事もありましたから適当な時間でおいとましました。はい、これね、これはね、脱穀機かな、北川ユンか若北ユンかね、どっちでしょう、北川でしょうね。はい、雷、これもね、画台が新品でした。これはもう新しいタイプのね、スロープというか、なんかエンジンいう感じですよね。3300が出てますね。青空がね、半分ほど覗いてましたね。なんだかんだ話はつきません。楽しいですね。家にこもっとるよりね、でね、コロナ明け、皆さんようやく交わりの場ができたということでしょう。はい、おじさんもね、はい、調子よく動いてます。ポンポンポン。もうね、僕も非周期といっては詳しくは分かりません。どうしても言う人はね、見たこと福島県同期愛好会の声へ、ウッチーなんて声を寄せてください。よく知ってますよ。この年26歳というね、好きこそドローンの上手で、そういうのがぴったりの方でした。チクチエンジンの音、大気臭だとなんか汚そうですけどね、僕にはね、心地よい香りでしたからね。耳と鼻、それにお目目にとって最高の慰めになったんです。これがね、うちいさんの愛情なんですね。だそうです。耳で行き届いてます。皆さんね、ほとんどの方が軽自動車です。上げ下ろしはね、手伝ってもらったり、簡単なクレーン使ったりするみたいです。軽自動車がね、これほど活躍するんですよね。話はつきません。もう11時半過ぎになってますね。これもね、綺麗でしょう。見事です。こちらは四国山地の方ですよね。はい、ここでね、暖気が始まってます。この背中のね、このダンディーさん、もやさんと言うんでしょう、多分。すごいね、僕もあちこちで見かけました。
そうです、さっきのね、あの島根の発動機、あれもね、皆さん即決で勝ったそうでしたね。趣味ならね、どこまでも尽くすと。はい、これがね、先ほどウチーさん出てましたね。はい、ここにもね、皆さんああだこうだ言いながら、このヒゲのおじさんがね、皆さんだと思います。なんだかんだしながら、はい、ようやくね、もう運転会そろそろ終わりです。おいとましました。皆さん心よく撮影に応じてくれました。ありがとうございました。また次回必ずどっかでお会いしましょう。